こんにちは、藤原です。2014年も年の瀬になりました。皆さん、この1年を振り返っていかがだったでしょうか？今回は、今年メディアで話題になりました芸能人の離婚ニュースをまとめてみました。私個人的には、同世代、と言いますか、少年時代のアイドルや憧れだった人たちの離婚話が目立った気がします。では、早速離婚で一躍時の人となりました皆様をピックアップしてみましょう。ビッグダンディ、林千貴清さん、日本の柔道整復師有資格者で、テレビ朝日系のドキュメンタリー番組、痛快、ビッグダディ、の主人公として出演し、注目されるようになりました。2014年10歳近く年下の一般女性と5度目の結婚、同居していたのは1週間だったそうで、これで林家さんは5回結婚し5回目の離婚となりました。かの栄光さん、イケメン、でおなじみのかのさんですが、2011年10月5日に3歳年上の一般女性と婚約したことを会見で発表しましたが、2014年10月1日、自身のブログにて9月30日に離婚届を提出したと発表しました。元、西武ライオンズや巨人軍でご活躍されました。桐原さん、2000年モデルの木村亜希さんと結婚、不倫旅行が原因で、離婚になったと報じられました。ちなみに、私は桐原選手に憧れて、少年野球を始めました。全然関係ありませんので、次に行きましょう。元 TBS アナウンサー、天宮斗子さん、2002年6月に、パリでオーナーシェフを務める旦那様と結婚、どちらかの不倫などではなく、すれ違い生活で二人の間にできた溝が修復できないほど大きくなってしまったとのこです。元日本テレビアナウンサーで、現在は、フリーアナウンサー、宮崎信子さん、2011年12月24日にレコード会社勤務の男性と結婚。離婚の原因は、天宮さんと同じようにすれ違いが理由だそうです。元渋垣隊の、ふっくん、こと深川俊一さん、同世代のアイドル、土屋香織さんと結婚しましたが、土屋さんの方から、一緒にいるのが疲れたと告げられ、離婚しました。元、トップアイドルだった、ミポリンこと中山美穂さん、2002年、6月辻仁成さんと結婚、2014年7月8日、競技離婚が成立。昔、大好きだった、ミポリンの結婚も離婚も驚かされました。最近、彼ができたとの報道がありましたが、今後はどうなるか、個人的に気になります。貝殻ムードで有名になりました。元アイドル武田久美子さん、1999年にアメリカ人男性と結婚しました。自由奔放なご主人に愛想を尽かして離婚したようです。円谷なぎこさん、2014年6月、バー経営の男性と再婚、芸能界の最短離婚記録などと言っていますが、なんだかよくわからない人ですね。医師でタレントの西川綾子さん、会社役員の一般男性と結婚しましたが西川さんから離婚に踏み切ったとのことです。以上2014年の離婚劇の話題をピックアップしてみました。この動画チャンネルでは、恋愛に関する旬なネタや、あなたの恋が成功する恋愛テクニックをお知らせしています。ぜひチャンネル登録して動画の最新情報をチェックしてください。また、動画詳細箇所記載の無料メールセミナーでは、YouTube へあなたの恋バナを投稿して月収30万円を稼ぐ動画の制作方法をお知らせしています。ご興味がありましたら、お名前、メールアドレスをご登録してセミナーメールを受信ください。不要になった時は、ワンクリックで、即解除できますのでご安心くださいね。では、次回の動画でまたお会いしましょう。番組提供は株式会社天空の藤原でした。